今日はテーマは宮谷さんのあの嫌いな野球なんですが憎むほのことはないんですよ全然ただの野球の話じゃないんですよ今日の話はどっちかというとですね社会問題であり人権問題でありちょっと人類の進化にも関わる問題なんだと思っていてなかなかこういう話が出てこないということで僕はちょっと常々不満を持ってたんですね 僕は、ね、野球の問題ということではなくてあの例えば、ね、いわゆる受験勉強のような、ね、知的な訓練を含めてあの何かを獲得するために何かを失うということは普通ありますよね。それは時間を含めたリソースの機械費用もありますしあるいは何かを過剰に身につける時にその代価として失われる能力というものもあったりしますよね。人間やっっぱりいいとこ取ててできなくて 何かを獲得しようとすると何かを失うので全体のバランスをどう考えるのかっていうことを絶えず考える癖をつけておかないとね誰かが何かを得るために実は起きてるんだけど。うんうんうん その正体が明かされてない場合が結構あったりする、うん、っていう場合に何かが隠れたりする場合が多いってこともあるんでしょうね。うん、うねちょっといろんな側面があるので、ぜひ今日はですね、うん、あの野球ネタというよりも野球を入り口にしたちょっと世の中の仕組みを考える会にしたいなというふうに僕なんか思ってるんですが、うん、まあ今回ももちろん大谷がね、大谷翔平選手がまあ結局手術をしたっていうことも。 あの話題というかタイミング的にはあの大きかったしそれからえ来週再来週にドラフトがあるんだけど今回ドラフトの目玉となっているね例の悲しい農業の,あの吉田君もですねまあ甲子園でなんか800球かなんか投げてっていう話がで果たしてねまあメ,ジャーメジャーのスカウトなんかから見るともうあそこでそれだけ連投したって言ったらばまず最あの。 条件の第一条件が MRI だって話になっちゃうわけですよ。肘の靭帯をまず見てからじゃないと取れるかどうか決められないみたいな話になっちゃうわけなんだけどもね。でもまあいずれにしてもそういうことがあったんだけど、まあ、肘内側側副靭帯再建手術というふうに言われているものがトミー・ジョン手術で今回まあ大谷選手がこれを受けることになったと。これが模型と自分の肘を対避させた時なんですけれども、はい、そこで内側側副靭帯っていうのは。内側 これですね上腕骨とこれこれ尺骨といいますけど尺骨,す、ね、尺骨をつないでる筋のことを内側側体と言いますでこのじ体帯がですね、えー、じゃあ何で痛むかっていうと野球選手が、えー、といわゆるコッキング後期っていいますけど最大肩を最大外旋してそこから加速させる時にこのじ体帯に非常に強い力が加わるんですね。 で、えー、それを何回も何回も繰り返すのがピッチングあるいは投球動作なんで、この人体っていうのはあの投球数に応じて傷んでくると。通常のじゃそのなんていうんですか痛みっていうのは、えー、時間が経てばまたその再生するというかそのも元に戻るものっていうふうに理解していますか。そうですね。だから、うん、えっと人間の体 切れたとしててもままくっついてきますからはい、はい、そういう治癒能力がありますんで、うん、ある程度の,その一定期間安静にして、えー、治癒を促すような状態を作ってあげればいいんですけれどもそれがどん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 負荷が強くなってくると最終的には壊れちゃうということになりますね。ということはつまりアクシデントってことではなくてある程度は なんて言うんだろうとあの必然的な部分もあるということですよね。起きるべきして起きるものは事故ではないですよね。そうそううん、突発的な現象じゃなくて、うん、野球というスポーツが抱えてる特にピッチングという動作が抱えてる、うん、もう問題点でしょうね。でも、うん、ピッチングすればどうしても先ほどのように、えー、人体にはストレスがかかるわけなんで、うん、そこ。 をいかかに下げるか、まあ、投球回数ですね、うん、あるいはその,、まあえー、その人体にストレスをかけないようなフォーム、うん、あるいはその他のもので人体を助けてあげる、まあ、筋力ですけれども、うんうん、そういったものを、うん、もう限界があると思うんですよねだから、うんまあ仕方なしというところですかねだから僕はできないですね。 投げる時に肘にかかるストレスはもういろんなデータが出てるんですけれどもまあ球種によっても違うだろうしあるいはよく言う肘下がりあるいはそういう投球フォームの違いによってもストレス違いますんでそこら辺を工夫してやっていくしかないんだと思うんですけれどもまあプロの選手でそのぐらいの率でね人体再建をしているってことはい致し方なしっていうか。 もう避けられないんじゃないいじゃですかね、うんまあ、実際は今はもう9割ぐらいがほぼまあ元のレベルに戻る8割から9割ぐらいの、はい、人体損傷自体が減あの増えてきたんじゃなくて、うん、ま,あまず見つかってきたということとで手術の成績が上がってきたんで、うん、手術を選択する選手が増えてきた,てきたあるいは球団側も納得して選手に対して、うん、手術を受けた方がいいよという。 アドバイスができるようになってきたから増えたとう、うん。これはねなかなかこれ比較が難しいんですけど、まあ、メジャーリーグのピッチャーの、えー、ストレートの、えー、直球ですね変化球じゃなくての平均速度ピあのなんですよね特に肩なんかは筋肉が相当つけられるけど、肘はあんま鍛えられないってさっきの話じゃないですけど速い球を投げるタイの体はつけてひ肘だけは鍛える方法がない。まあ、人人体体ですね、うん、人体は もうどうしてもここだけは最後ここに全部全部のなんて言うんですかその負担が来ちゃうみたいなだから、まあ、もう一つはこれはよく言われてることですけれどもどんな球でもバッティングマシーンはだ出せるわけですよ。ところがバッターはあらゆる状況に対応したようなその練習ができるのに対してピッチャーはねバッティングマシーンなんてないからねそんなもんね。でそのバッターを打ち取んなきゃいけないということになるのでやっぱりまあ ももちろんんのの切切れれととかか変化球の切れとかも必要なんだけど、まあ、速さとそれからもう一つはねやっぱりまあメジャーがものすごい大きなビジネスになってるっていうことなんですねもう今いよいよほぼ今年100億ドルを突破するって言われているビジネスになってるわけですよね、まあ、要するに1兆1兆,円 1>, 1兆円1兆円産業になってると。でそれだけ人気があってお金が集まっているところに、まあ、それこそほんの一握りの。 ものすごい恵まれた、その能力を持ったアスリートの。肘の靭帯に、それが乗っかってるって言うのが、僕の印象だったわけですよ。うん、うん、やっぱ彼らが。すごいピッチングをしてくれないと、野球っていうのはもう。なりピッチャーがばんバんバ打たれてる野球って、もうのは全然多分成り立たない、面白くないんでしょ、うん、だから。本当にその数人のね、肘は申し訳ないけど、富城二回三回やっても。やっぱり。これを、この産業を支えるためには、必要だっていう話になってくると。 ちょっと別の、何かこう、要素が出てくるじゃないですか。何かそ、その人たちをそういうふうに使っていいのかっていうようなね。うん、まあ、現状ですら、実はやっぱサイボーグ化だと思います。うん、その。まあ、ピッチャーのね、まあ、四分の一、三分の一が、人体に損傷を受けているというのは。 まあよく自閉症なんかでもねよく言われたけど昔は異常ディスオーダー障害って言われたけど今はあのニューロロジカルマイノリティっていうそれはまあ診断基準が変わって、まあ、1割以上が自閉症スペクトラムだということになってね、うん、っていう話とちょっとやっぱり似ていてあのやっぱりこれで数割合が多いとやっぱ異常というつまり突発事故で起こったことではなくても3分の1はも異常じゃない、ねうん、のシステムに付き物だということでしょ。うん、でそうそすると僕ねこれ あの昔日本でもコピットポネプロレスってあったけど、ね、あの要はねそのフリックスバトルみたいなね、<laughs> なんか偽物にされちゃったサイボーグたちみたいな感じで、百六十キロ投げるフリークなわけですね。そうそうですよね。うんうん、でそれってやっぱり倫理的にちょっとまずいんじゃないかと思いますので、あの。 先生はね当然メディカルエクスパートとして当然のことを先ほどおっしゃったんだと思うんですね治療法とかね検査法とかをどんどん向上させていき彼らを壊さないようにするしかしあの僕らは例えばそのいわゆるあの例えば観客とかそれを見せ物にして、えーまあ、ある種の業として運営している側とかね、うん、そういう方々の責任を全く問わないっていうのはちょっと、うん、まずいのかなと思いますけど。